まだ世の中では知られていない次の音楽シーンを担う才能を発掘応援する番組、それが次世代ロック研究所ジロッケン。さあ始まりました、次世代ロック研究所ジロッケン研究員を務めますチャイのマナです。マナです。双子です。双子です。ピッピッピッピーチカチカパッパ。日本の音楽シーンにまさに彗星のごとく現れたニューエキサイト女バンドチャイ。その最強バンドの双子マナカナが MC に初挑戦。そして研究所助手を務めるのは私、和尚小林です。今日もですね、当研究所に素敵なお客様がいらしてくださってますよ。本日のゲストは超絶テクニックのストリートベーシスト桂木京太郎さんです。京太郎です全貌を明かしていきます。年齢もね、非常にお若いということでね。はい、聞いていいの？19です。若い。ストリートパフォーマーというんですか、道でやるんですよね。めっちゃ見たね。ストリートパフォーマンスはいつから？去年の9月ですね。9月1日から僕のひらめきで、半月だけ携帯持たずに、お財布持たずに、家帰らずに、投げ銭だけで生きるか死ぬかっていうのを力試ししてみようって思って。武士や。武士ですね。例えば半月なんかやり続けたら変わるなと思って。うわー、かっこええな。もうそれが大成功して、で、次東京です。1日いくらぐらい稼げるんですか？めっちゃ日によります。人、時間と場所によります。全然。最大でいくら？9万ぐらいきました。すごい。いや、そうですか。半額引けや、そりゃそうだわ。すごい。で、今一人で全国回ろうとして。あ、一人で？はい、19歳のうちに全国回りたくて。全国の路上、路上ですね、ストリート。はい。今までどこ行ったの？今は九州制覇したところです。九州地方から回って、あとは東京と大阪とですね。それぞれ反応は違いました？全然違います。もういろいろ、めっちゃ九州最高ですね。で、日本ってめっちゃいいなってなって、でさっき その大阪の旅終わった後に次東京に繰り出した時に、もう大都会じゃないですか。めちゃめちゃ人がいる時に、ど田舎と大都会だから逆なのに、日本ってめっちゃいいなってなったんですよね。なんか同じ感覚で、じゃあ47都道府県行ったら47通り日本っていいなってなるんじゃないかなと思って、それで回ってます。生活っていうんですか、その、はい、食事とかはどうしてたんですか？どうしてたの？投げ銭でいただいたお金を食べたりとか。あ、人と仲良くなるのめちゃめちゃ早くて、うんうん、ありがとうございます。男も女も見てみましょう。なんかすごい友達になって、なんか話してたらうち来るみたいになって。へえ、あ、いいんですかね。で、止めてもらって、でね、これやっぱ日本人のすごいところって、もうおもてなし精神がすごくて、いや、もうここ来た時ぐらいいいからって言って、それで土地の人に知り合ってお店食べてご飯ごちそうになったり。そうなんですよ。それは家族に乾杯みたいですね。そうですね、それ事例、事例行きましたね。と、ここで今週もサマーソニックへの出演権をかけたコンテスト、デレンのサマソニーをご紹介。全国各地で地区予選を開催。日本中からサマソニに出たいミュージシャンがしのぎを削ります。合格者にはアイランドステージやソニックステージなどの夢の舞台に立つチャンスが。
次世代ロック研究所ジロッケンではテレ様への道として今後サマソニ開催まで追いかけていきます。そして今週で最後のこちらのコーナー、フリマン清水さんに聞いちゃいな、イエーイ、わー聞いちゃいな。サマーソニックの生みの親、クリエイティブマンプロダクション代表清水さんにチャイがサマソニについていろいろ聞いちゃうコーナー。普通のサマソニーにはどうやって出れるの？普通のサマソニーに出れる？あ、僕らのチョイスだね。なんか基準ってある？あ、基準決める。基準？海外のアーティストはもうほとんど僕がこう選んで、ヤフーリクエストももらってまずこう骨組みを作っていて、でそこに日本のアーティストはどういったアーティストがこうハマると美しいんだろうっていうのを思いながらこう、全体をこう埋めていくっていうか作っていくっていう。その海外のアーティストを決める、基準は何？呼びたいと思ったって来てくれない人がほとんどなわけなんだよね。そうなんだ。タイミングもそうだし、だからそういったいくつか当たった中で合意した人と一緒にやって、そこからまたこういろんな人にこう当たりながら作っていくっていう。で、あえて言えばやっぱり その年に見たいアーティスト、アルバムリリースしてちょうどこうタイミングが良かったりだとかね、そういうことはいろいろ考えるけど。確かに旬の人が出てる気がする。どうしたらチャイがサマソニに出れますか？頑張れよ。でもこれがね、みんな頑張ってね、たくさんライブやって売れてったら逆にこっちからオファーするようになるからね。売れなきゃいけないってことですね。昔ね、ホルモンのナオがでもね、タモリクラブって番組でなんかサマソニ特集みたいなのやってる時に、なんでホルモンはよく出ねえのって言ったら、ナオがいきなりね、あ、清水さんと寝たからね私って言って、ネタになってて。本当に寝たの？やるわけ。違うよね。寝てたら言わないでしょ。そうだよね。いや、びっくり。そういうネタもあったよ。怖い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 、寝れない私。最後に清水さんからお知らせ。はい、今年もサマーソニックが8月19日中でありますから、皆さんぜひ来てください。行く行く。クリエイティブマンプロダクションの清水直樹さんでした。ありがとう。清水さん、ありがとうございました。ストリートパフォーマンスで苦労したことある？はい、警察とかに。あ、警察めっちゃ多そうじゃない？おまわりさんはめっちゃそうですね。でも仲良くなっちゃいそう。そう、仲良くなっちゃう。仲良くなったら良さそう。うん、そう、ね、そう、仲良くなっても止められるんですけどね。止められるんだ。テレビ前出させてもらった直後とかは、京太郎くんって言われて、おまわりさん来た。テレビ見たよ。応援してるから。でもダメなんだよね。路上ライブやらない日とかもなんか交番行ってちょっと誰々さんいますかみたいな、なんかちょっと元気してるのかなみたいな気になるぐらい仲いいですね。パトロール中にすれ違ったりしたら話す、ね、知り合いだね、みんなが。京太郎さんね、ちょっとテレやっていうかね。あ、そうです、僕女性アレルギーっていう設定でやってるんで。じゃあちょっと待って、設定ですか？路上ですから、いろんな人いるじゃないですか。あ、います告白、ね、されたりしないの？しないですね。あ、でもなんか人生相談めっちゃ受けます。人生相談。一番面白かったのは、僕女の子のおっぱいがどうしても揉みたくて。なんだこれ。これ誰に相談していいか分かんなくて。それはちなみに何て答えたの？僕あいうえおで答えましたね。相手を知る、はい、いい感じになって、うまくエロい雰囲気にしておっぱいを揉むっていう。おー、うまい。うまい。一番なんかこうこの人に出会えてよかったっていう。あ、でもケンケンさんにめちゃめちゃお世話になりましたね。ベースヒーローの。言わずと知れた日本屈指の最強ベーシスト、ケンケン。京太郎との出会いとその関係とは。OSM 高等専修学校っていう学校に通ってて、そこの先生にインシストっていう方たちがいて、で僕は先生のライブに行った時にケンケンさんと一緒にイベントやって、そこで僕洋楽しか聴いてなかった僕は、日
ポニーもかっこいい音楽あるやんみたいな。でも僕すごいずうずうしい男だからもうなんかめっちゃかっこよかったですみたいな。なんかそっからどんどんいろんなライブハウス行ってライブハウスの前で昼間からなんか気合わないかなみたいな、待って早速ご飯絶対してくださいみたいな、めっちゃ猛アタックして。どんな会話するんですか？はい、僕ずっと高校生から師匠師匠って呼んで、最初はずっと師匠じゃなくて友達だからみたいな言ってくれたんですけど、しびれ切らして、じゃあ分かった、もう師匠パダワン、あのスターウォーズのジェダイとパダワンって分かります？あのスターウォーズの中の接点のその師匠と弟子という関係ね。例えばヨーダと弟子は誰でしたっけ、あのハリソン・フォードって。なんで俳優の名前で、いやプライベートの方で言いますプライベートよくごちゃになってるわけが分からなくて、めちゃくちゃ優しいんですよ。なんか あ、そうなんだ。僕もキュンとくるぐらいケンケンさん優しくて、やっぱ優しくないとベース弾けないなって思ったのはケンケンさん。素晴らしいですね。素晴らしい。そういう人作りというかね、人となりから教えて、本当の師匠と弟子の関係ですね。そうですね。忘れられん言葉とかあるの？人生は長さではなく濃さだですね。人生の長さではなく人生の濃さだ。かっこいい。あれをライフイズグルーヴっていうバンドの歌詞であるんですけど、それをこう2人になった時にパッと俺にちょっと言ってくれて、かっこいい、しゃ言ってくれるやんみたいな。それは染みましたね。なんか歌詞を直接本人からその日常の言葉で聞くっていうのはやっぱりグッときましたね。